皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もロボトミーコーポレーション続きからやっていきたいと思います。というわけでデイ44いきましょう。今回はね、新しいやつ、こいつが何なのかっていうところからかな。はい、噛みましたが続けていきましょう。スタート。さあ、やべ、どうだったかな、みんなの配置大丈夫かな。ちょっとどっか不都合起こるかもしんないけど、新しいやつなんだこれ。お、なんかノートみたいな感じ。お、なるほど、何の変哲もないノート。とりあえず黒井に行ってもらおうか。ダメージ受ける感じはしないよな、見てる感じ。肉の、なんだっけ、あの貼り付けにされてるあれみたいなダメージ系ではない気がする。持った、持ったね。髪のマークがついてる。なんですかねこれは。おー、とりあえずちょっと観察してみましょう。あ、レベル1が出た。この古いノートは理解できない筆記体で書かれています。強研究者のノートを所持している被験者は時勢に関する能力値の急激な増加の恩恵を受けるだろう。強研究者のノートっていうんだね。もう名前出ちゃったね。先に出ちゃったな。なんだろうね。でもなんかそのプラスなことが起こるっていうことは何かデメリットはあるんだろうね。ないとおかしいもんな。出た、強研究者のノート、言いにくいな。でしかも危険度 HE、 この装着系にしてはちょっと高いね。なるほど、なんかあれかな、外すタイミングによっては死んじゃうとかそういうタイプかな。もしくは持ち続けているといけませんよみたいな感じなのかもしれない。とりあえずはちょっと時間を置いてゆっくり、こいつに、黒井に持たしておきましょうかね。さあどうでしょう。あ、全部出ましたね。それは研究中に狂ったある研究者のものでした。それは部分的にのみ解読されており、そのほとんどは様々な実験に関わるものです。ほう、所持後30秒以内に研究者のノートを返却するよう指示された場合、所持者の肌は膨らみ始め、体は数秒以内に爆発するだろう。怖っ。30秒以内はダメなんだね。それは非論理的な実験の告白から始まり、しかしながら研究に狂い壊れた文書で締めくくられます。管理作業を行わずに強研究者のノートを返却するよう指示された場合、所持者は爆発するだろう。なるほど、管理作業何かしらやればいいのかな。じゃあ最終章は生まれ変わるという一文で終わります。所持者が一定量以上の体力もしくは精神力にダメージを負った場合、所持者は部門全体を巻き込んで爆発する。この爆発は近くの誰かに大きなレッドダメージを与えるだろう。職員の観察力はこれを身につけるだけで上昇します。しかしそれが知識の欲求を満たさずに返却されるなら無能な職員は爆発するでしょう。なるほど、とにかく爆発すんだね。ってことは、まあ、一定以上の体力を失わなければいいってことは、普通に赤い靴の作業をしちゃって大丈夫っぽいね、黒い。じゃあとりあえず何をやればいいんだっけ。本能か。オッケー、これでまあ問題はないかな。でやべ、マッチガールが遅れるやつがいなかったもん。これは有識事態ですね。マッチガールに遅れない。ちなみにマッチガールは、ああ、そっか、送らなくても問題はないんだね。
じゃあちょっと他の部門のやつも動かしてみましょうかね。よし。これで一気にとりあえず貯めてもらおう。さあ、ポイントが欲しい。大量にポイントが欲しい。そして上についたね、こいつら。一回ちょっと暴走させたいな。ちなみに赤い靴でダメージ受けてないのか。ダメージ受けないとダメって書いてあってね。一回保留かな。で、赤ずきんの傭兵に送っちゃおう。これで暴走するはず。オッケー。どこが来た？うわ。樹液がいきなり来たな。ロ軍ってもう一回送ってるんだったかな？どうだったかな？大丈夫かな？こっち、うわ、古い信念と約束、ここほんと嫌なんだよな。アイテムが消えちゃうのがマジで厄介すぎんだよね。とりあえず、ビクターでいいかな。HE の武器だしね。それならなくなってもまだ大丈夫。ポイントで買えるからね。で、ダニエル送って、そんなもんかな。いや、寄生済みも送っちゃおう、ティム。よし。あ、で、火の鳥も来てた。はい、ここはハリー。オッケー。で、赤い靴も送っちゃいましょう。黒いダメージ受けてほしいな。とりあえずそんなもん？そうだね。うん。暴走してるやつには遅れたはず。あ、裸の巣も。どうしよっかな。マイナス入ってるけど、まあ、いっか。うん、いけるでしょう。オッケー。で、ここの部門の人たち1個下に送っといて、下に送る。よし。これね、最初初っ端上にいるんですけど、この本部チームの人たちって。やっぱね、下にいた方が動きやすいからね。みんな、初っ端下に下ろしちゃってもいいかもしんない。って思っていつもやってます。あ、ちょっと待って、マイナス入ってるから一回退避かな。白雪姫、ノア、いける。で、うちのお風呂も行っちゃう。いいね、いいね。どんどん行けるね。妖精。妖精も、アンソニー。で、ハゲ。オッケー。ここはメイベル生かしたから、ビクター。銀河の子も、いつも努力っていこう。で、死んだ蝶が、ラマルコスでいいんだよね。で、赤い靴が、待って。本能の黒いダメージ受けないな。まずいな。ダメージ受けないと返せないんだよな。そうすると爆発の危険性が。なんだよ、爆発の危険性って。なんでノートが爆発するんだよ。怖すぎんだろ。とりあえず、蝶がいける。蝶じゃねえ。妖精。よし。ハゲもいける。オッケー。で、銀河の子もいけるね。よし。どんどん行こう。いや、全然ダメージ受けてくんないな。お、疑問が来ましたね。疑問は、じゃ、とりあえず、全員で行っちゃおうかな。なんか送ってるとか関係なく。あ、ここなんかもう1対1でいけちゃいそうだな。まあまあまあ、いっか。送っとくか。で、ここは、ユミとディーバがもう戦ってる。ここも大丈夫そうだね。世界一安全な部門かもしんない。負ける未来が見えないもんな、あそこ。で、ここはティム以外。オッケー。で、
ハリー・ジェミニアのリノ・オーロラ。よし。で、上の部門。ここか。パーカー、チェ・ヒョジュン、エベレット。そんで、ここもいるね。いいんだよね。いや、マジで、トントンとやってると、大丈夫だね。バツドリ出てないね。バツドリの可能性があるからね。そこだけ気をつけないと、本当に怖い。やつは、マジで、攻撃してきたやつに対してだけは、無類の強さを誇るからね。こんなもんかな？うん。大丈夫そう。よし。これで、まあ、終わるでしょう。どうすか。あ、待って。国交だけ生きてるな。よいしょ。ログンはいいや。オッケー。これで、倒してくれれば、終わり。よし。いいね。で、まだ600ポイントか。いや、遠いな。1500ポイントもあんのか。すげえ高えな。めちゃくちゃ伸びてるよね、このゲージ。どこに送るわけでもないっつってたのにさ。どっかに送るわけじゃないんでしょ、このエネルギー。なんでこんなに高く設定されてんの？何に使ってんの、このエネルギーは。なんか、結構な量のエネルギーだよね。おそらく。街とか動かせんじゃないの、このエネルギーあれば。そんな大量のエネルギーを何に使ってんだろうね。もしかしたら、アンジェラとか、AI たちを動かすために、そのために使われてる可能性？大量のエネルギーを使って、何をしようとしてるのか。そこら辺もちょっと、もしかしたら、今後明らかになったりすんのかな？全然考えてなかったな、そういうの。どうなんですかね。さあ、そんなこんなでちょっとずつ貯めていっていますが、私もね、なんだろう、もう喋ることがないんですよね。もうほぼほぼこれ作業になってるから何かを喋るっていうことがあまりないんだよな。まあ淡々とこの一日をクリアするためにやってはいきますが、とりあえず今のだけ覚えておこう。ここだけ。あ、こっちもか。よし、ここも覚えておこう。二つね。そう。あとこれ。これはもう持っておけばいいから、ポーチでいいね。よし。うわー、ここもか。まずいぞ、ここは。ここはまずいな。ティム。ああ、ここも。やべ。みんな作業中だ。いや、だとしたら、やべ、懲戒チームもいない。隣のチームからの応援もいけない。いや、いいや。一回、この二つだけ、見ておこうかな。それだけだよね。あとは大丈夫だよね。よし。大丈夫そう。オッケー。入ったらすぐ返す。こっちは入ったらすぐ返す。オッケー。で、ここ。アカシアに入ってもらって。はい、すぐ出てもらう。よし。オッケー。そんで、開いた。赤い靴も暴走してる。あとは、ハゲ。ハゲも暴走。他はなさそうかな？うん。で、あと寄生済みだね。あと寄生済みだけで、とりあえずこの回の暴走は終わり。ただ、次来んのが紫の白昼か。
マジで厄介。あれ、幸せなテディがいつの間にか暴走してる。ちょっと待って、前どっちや送ったっけ。確認します。メイベルかな。おう、おそらくメイベルで合ってるはず。いや、これ外すとマジで確実に死亡だからな。うん、メイベルだね。じゃあビクターに行かせる。オッケーかな。で、ここ暴走してるが、いやー、どうしましょう。行けるかな、ティム。ティム行けんのかい、君。一回とりあえず回復してもらって、それからだな。それから考えよう。よし、ゴー。さあ、ちょっと回復待ち。大丈夫だよね。時間間に合うかな。 OK、 間に合いそう。で、暴走限界までちょっと貯めて、暴走する直前まで貯めたい。そっからだね、勝負。 OK。 いや、マジで紫の白昼は怖いね。よし、まあ、別に対処法分かっちゃえばどうってことはなかったんだけど、一回エレベーターに全員を避難させないといけないっていうのが意外とめんどくさいというかね。よし、回復もしてきた。さあ、どうだ、マックスいったか。いやー、これどうでしょうかね。6% マイナス入ってますが、結果な。ちょっと待って。もう限界まで回復させとく。よし、OK。これでいきましょう。ティムちゃん、頑張ってくれ。暴走を抑えるんだ。よし、これで、とりあえず、暴走中のやつはいないね。オッケー。そしたら次は白昼をギリギリまで、間違えた、ギリギリまで、この暴走ポイントを貯めたい。貯めた上で、みんなを避難させる。それが当面の私のやるべきこと。よし、血のお風呂も送って、あっとは赤い靴。いやー、あ、黒いダメージ受けたね。ってことはこれ返却しても大丈夫かな。いや、これで死んじゃったらマジでドンマイだけど、大丈夫。あ、大丈夫だね、爆発しなかった。オッケー。よーし、一個心配の種はなくなった。これはいいぞ。で、今2つ貯まるはず。銀河の子に送る。あとはどうだ、あとは特にないか。じゃ、ちょっと上の部門も動かそうかな。ここら辺動かしてもいいかもしんないね。ルビーに。あとはまだ送ってないね。抑圧でいける。オリバー、よし、そんなもんかな。あと、甲冑、エベレット。オッケー、一回これだけやらせて、徐々に貯めていきましょう。さあ、これで、あと一個。あと一個だね。オッケー。ここで一回止めて、ここで一回止めて調節入ります。さあ、みんなが、持ち場に戻ってきたら、これで一旦、みんなエレベーターに避難しましょう。いや、マジで丁寧にやっていかないとな。本当に死んじゃうからすぐ。ここの人たちはどっちにしよう。右でいっかな。この人たち1個下にしよう。OK。
いやー、この作業本当に最初しんどかったけど、今なんとなく、なんだろう、そんなに考えずにできるようになったな。オッケーかな？みんな避難した？いいかな？来てるよね。よし、オッケー。部門内にはもう人はいないよね。うん、大事な職員さんたちはいないはず。よし、そしたらじゃあたった一つに大して戦力にならないやつを送って、これでさあ大丈夫でしょうか。被害は出ずに済むかな。来た。 OK、 左上のログが出ないってことは大丈夫だったと。よし、そしたら全員を元の部署に戻して、で、あいつが出てきたのは下の部門はこいつだけかな。あとはいなさそうだね。おう、じゃあここに全員を戻すんじゃなくて、いけそうなやつを向かわせる。安全チームじゃないな、懲戒チームから行くか。いや、まあこんなに行かなくてもいいな。うん、そんなに強くないからね。降ってくる時だけが怖いやつだから、こいつは。間違えた、エベレット。よし、3人いりゃ大丈夫でしょう。ここもデクサーカンナ、ヤムヤム、オッケー。こっちはタチアナ、ルビー、オリバー。タチアナちょっときついか。ここはエデン、ミカ、ハオ、オッケー。ちょっとメンバー少ないな、ここ。どうしましょう。ちょっとメンバー少ないの困るんだよな。一回見てみようか。でも大丈夫かもしれない。どうでしょう。あー、大丈夫そうだな。マジであれだな、アブノマリティとしての危険度は本当に少ないね。落ちてくる時だけだな、いわゆる出落ち出落ちに近いかもしれないな。オッケー。いやー、ちょっとあいつの対策本当に簡単だな。分かってしまえば何にも怖くない。マジで最初のあの恐怖からは考えられないほど今余裕ですね最初本当にあいつが来るっていうだけでもうドキドキしながらやってたけど、マジで楽勝だわ。いつからこんな楽になったんだ。本当にこのゲームは知識でほぼほぼ解決するよね、ほとんどのことが。あとはちょっとした、なんだ、みんなの動かし方。まあでもそこまで重要ではないよな。言っても、なんだろう、全体をどっかに逃がしたり、あとなんか、なんだ、ちょっと送っちゃいけないやつっていうのを待機させる。っていうぐらいだよね、このゲームで必要な、なんだろう、みんなの移動のさせること、移動のさせ方っていうのがね。よーし、そんなもんかな。さあ、暴走しましたがポイントが入れば終わるはず。ここで終わりかな。オッケー。よし、これは終わっちゃいましょう。いや、かなり楽でしたね。死亡者数0名。来ました。で、なんかクリアしたの書いてあるね。ここの欄全然今まで見てなかったな。ミッションクリアって書いてあるんだね。なるほど。じゃあイベントが1
構進むのかなってことは。まずこの日の45日目のイベントだね。時が来ました。まだ不安定なあなたの最後のかけらを合わせる時間です。終わり行くたびに祝福があらんことを。あなたがついに幸福になるといいとか、残された苦痛が和らぐといいとかの言葉は、とっくの昔に使い古されています。言いたいことはいつだって多いですが、この一言でまとめます。今度こそあなたが成功したらいいですね。あなたとの45日間の出会いだけでなく、あなたが覚えていない無数の瞬間ごとに、私は愉快な時を過ごせます。あなたが会わなければならない最後のセフィラが残っています。そっか、まだ真ん中の部門開いてないんだもんね。まだ広がんのか、この世界。やべえ、なんかもう終わりに向かってる感覚だったけど、まだあるんだね。一見温かい心を持っているように見えますが、相手の心を淡々と粉砕する方です。怖っ。何そいつ。上層と中層のセフィラの役割指定は全て終わったわ。でもこの一回で終わることはないでしょうね。おそらく私は何度も同じ言葉をかけ、何度も道を示すだろうけど、あなたたちは違う。あなたたちはこの施設の目的を知り、その役割も明確に知っているだけに、他の層のや彼らのように私の手を煩わせないでしょうね。これだけは覚えておきなさい。私は最悪の事態を除いて仮想を訪れることはないわ。あ、そうなんだ。完全に傍観するつもりでもないけど、干渉するつもりもまたないということよ。できるならもう会うことのないようにしましょう。会ったところで互いに苦痛なだけだから。え、そんな関係？お、これはあれかな、左の記録チームのイベントかな。アンジェラは私の知る最高の AI でした。そしてあなたは私の知る最高の設計者です。カルメンを忘れられず冷凍したまま、なんとかその容姿だけでも維持しようとしましたが、本当はその体が殻だけで、中身は何も残っていないことは、他ならぬあなたが一番ご存知だったはず。哀悼を装いながら、我々は彼女の死体をほじくり返し、中身を分離したのですから。正直に申し上げれば、アンジェラの作り始めた時、私は良かったと思っておりました。あなたが再び昔のように物事に没頭し始めたからです。彼女が初めて目覚めた時、あなたはその研究室に入らず、しばらく立ち尽くしていた情景を覚えております。おそらくその時はすぐに私が話しかけたと覚えてることでしょう。ですが、本当はあなたの後ろで苦悩する姿を長い間見つめておりました。どのような葛藤があなたをそうして躊躇させたのですか？そして、カルメンとは異なり、温かい笑顔も笑いもしなかった機械の塊を見て何を考えたのですか？カルメンって言うんだね、アンジェラの元の姿。アンジェラのような人工知能をいくら作ったとて、それは決してカルメンになることはないと私が何度も申し上げたでしょうに。ただ、悲惨な形で私たちの補佐を担当しているだけでした。私が勘違いしたことがあるとすれば、私はあなたがすべてを克服したと思って安心しましたが、実際には全くそんなことはなかったという点でしょう。ほう。魂の美徳。
魂の存在を信じますかな？私は信じています。そして魂が込められたこと、それ自体が存在理由であると私は信じております。なら、完全無欠な魂は存在し得るのか？私は限りなく近づけるが、決して完全無欠にはなり得ないと考えております。そしてその過程は果てしない苦痛の連続であり、魂の目標でありましょう。その努力の果てに、我々はこの世界に付与された存在たちの価値を正しく見定められるようになると期待しています。正義は100以上の職員が10名以上いる状態でクリアする。正義が100、キッズ。あれ、いたっけ、そんなに。これはなんかいない気がするな、まだ。つうかなんか、このさ、完全無欠な存在は存在し得るのか、魂は存在し得るのか、これ、なんかこれを目指してんのかな ?A は、私は、そういうこと違うのかな、何度も何度も繰り返すことによって、一番状態のいい A を目指しているとか、いや、どうなんだ？つうか、どうやって何度もそんな気を消したりしてんだ？どういう状態なんだろう、 A は。もうロボットなのかな、 A も。どうなんすかね。ちょっとそこら辺もかなり気になるところではありますが、今回はここら辺で終わりましょうかね。次回この日は、でも別に目新しいことないよね。こいつもオープンしたしね。で、この日を普通にクリアして、次の部門が次回出るという感じですかね。いやー、じゃあちょっと、クリアしてから撮影開始っていうのは前回すげえきついことが分かったので集中力が続かないんだよね。一回クリアして、なんかイベント読んで2回目またやるっていうのがちょっときつすぎたので、今回っていうか次回はね、この45日目を普通にやるところから始めたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。次回またさらにね、このストーリーが進むの楽しみにやっていきましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。